スナック、それが寿司です。この寿司を食べるショップが寿司屋です。日本人のほとんどが、この店を毎日利用しています。これが寿司屋の入り口です。こののれんという短いカーテンをくぐるには、左から三つ目の切り込みの右側、斜め四十八度に三点二インチ上がった部分に手の甲を当て、めくります。入店が。 閉店予想時刻の30分前を超えた場合、まだやってる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 を忘れずに言います。さあ、いよいよ入店です。二人なんだけど、これは人数を表します。同様に三名の場合は三人なんだけど、四名の場合は四人なんだけど、と言います。ただし、一人の場合は、 目で若干の申し訳なさを表すのがポイントです寿司屋に来たらカウンター席を利用するのが醍醐味ですしかし気軽に座るわけにはいきません礼儀作法を重んじる日本では必ず先に来ている隣の客にここよろしいですかを言いますこれは空席を確認する言葉です店員にではなく客に声をかけるのが日本人の義理と人情スタイルなのです 逆に、ここよろしいですかを言われてそこが空席だった場合、心よくどうぞと言いましょう。ここまでをきちんとこなして、初めてカウンター席に座ることができるのです。いよいよ注文です。寿司屋にはウェイターやウェイトレスはいません。ではどうするのか。客は欲しいメニューをマスターに直接オーダーします。主なメニューはどの寿司屋でも同じです。 代表的なメニューに大トロ、中トロ、トロがあります。これはマグロの質を表します。大トロは最高級、油分を多く含み大変美味とされています。シャリと呼ばれる米も最高級ブランドのコシヒカリを使用しています。一方、トロは低所得者向けのジャンクフードです。魚はリサイクル品を使用。米は使わず麦やパスタを刻んだフェイクの米を使用してあります。 ビール。ビールは人気のドリンクメニューです。線は抜いてもらえますが、注ぐのはセルフサービスです。二人以上の場合、互いに注ぎ合うのが日本でのマナーです。ビジネス関係の場合は、目下の人が目上の人に先に注ぐのが大切な決まりです。まあ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 。これは注ぐときに必ず言わなければならない言葉です。同様に注がれるときは、おっとっとっと,っとを言います。まあ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 。 おおっっっっととと、とまま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 ああああ、ああああ、とっとっと。カップルの場合は女性が男性に注ぎ女性は自分で注ぎますなるほど侍の国ですね寿司は下駄にのせて出されます消毒したものを使用していますので安心して寿司を食べられますこれをそのまま履いて帰る人もいます 多くの日本人の足から酢の匂いがするのはこのためです。これはガリです。材料は謎です。さあいよいよ寿司の食べ方です。まず紫と呼ばれる醤油を 20cc 出します。次に中指、人差し指、親指で寿司の向こう側をつまみ、手前に返します。 醤油を寿司につけます。分量は決まっていませんが重さが変わるまでは十分に染み込ませましょうそうこれくらいが目安です正面に45度顎を上げ一口で食食べべまます。す。食べます。食べます 食べます食べます手に米や魚の匂いがつきますので手元のウエットタオルで拭きますこれは雑巾と呼ばれる様々な用途に使われる便利な布ですまな板や床もこの布で拭かれています一度使ったらしばらくは洗いませんこんなところにも物を大切にする日本人の心意気が現れているのですこの人は。 寿司を作る技術者です。客は大将と呼ばなければなりません。大将は大抵人には言えない過去があるものです。聞かないようにしましょう。ひとしきり寿司を楽しんだら、大将に感謝の気持ちを表します。出された寿司が美味しくてもそうでなくても必ず、いや、うまいよ、大将、と言いましょう。 レストラン同様、寿司屋にも店長のおすすめがあります。これは、大将、何か、おすすめはといえば教えてもらえます。法律で認められていないメニューの場合もあるため、おすすめのメニューは聞かないと教えてくれません。何も知らない。自分には関係ない。悪いのは大将だ。という顔で、国際保護動物に指定されたものの可能性のあるおすすめを楽しみきるのが、 日本人の建前なのです食後のお茶のサービスをあがりと言いますこれはあがりですもうお腹がいっぱいで一枚のガリも食べられないだからお茶をくださいという意味を表していますさあお会計ですここではおあいそと言います両手の人差し指でバツを作りますこれがお会計の合図です お前の店にはもういられるか、という意味を表しています。このように、会計を従るのは、自分の方が立場が上であることを主張しているためです。これを、見栄と言います。なるほど、侍の国ですね。これは、領収書という不思議な紙です。これを書いてもらえば、 後から監禁することができます仕組みは謎ですごちそうさんまた来るよこれは店を出るときの挨拶です美味しかった満足したという意味ですので怠らないようにしましょう醤油の塩分が物足りなかった人のために店の外には塩が持ってあります無料サービスですので自由に食べましょう ここは唯一本音ででで会話ができるススペースです。謝ることがある場合はこのタイミングがベターですさあいかがでしたかこれが寿司屋のマナーですこの他にもさまざまな寿司がありますので